皆さんこんにちは、スプレアートでノベロちゃんです。このチャンネルへようこそ。私には初めて出会う時に絶対に一つの質問いつも聞かれる、よく聞かれる質問について話したいと思います。聞かれる質問は、メキシコは危ないですか、安全ですかって。やっぱりメキシコは危ないです。それは間違いなく。ですね、ちょっとネットで調べたら、世界中の危ないシティトップ10のランキングにはメキシコは入ってます。ちょっと見せます。こんな感じです。まあ、一番危ないところ。世界中だとメキシコ、ティファナシティ、2番目はアカプルコ。ちょっと悲しいですけど、それは本当です。で、ティファナっていうとですね、まあ、これはメキシコのマップです。ティファナっていう場所はここにあります。毎年にいっぱい人がメキシコに行く、旅行で行くから、危ないのは多分マフィアの戦う一般の人と観光の人がそんなに問題はないと思うけど、それでもなんか気をつけた方がいいですっていうことで、まあ、私も最近っていうか4ヶ月前とかメキシコに行って、まあ問題なく帰りました。大丈夫でした、安全でした。っていうことで、まあダメになったらコメントとか高評価、チャンネル登録お願いします。で、じゃあ次の動画でどうやって安全にメキシコで旅行できるのか動画を作りたいと思いますので、興味がある人が絶対見てくださいね。ありがとうございます。じゃあまた、アディオスアミゴース、アディオス。